軍艦東新宿ビルは東京都新宿区大久保一丁目に所在する建築物である。旧名称は第三スカイビル、ニュースカイビルで軍艦マンション、鉄のマンションとも呼ばれた。陸軍船舶兵出身の渡辺洋次が設計を担当し、軍艦マンションと通称された通り、全体に軍艦をイメージしたデザインとなっている。各階の Y 字状の廊下に6畳の 鉄製巨室ユニット150機が取り付けられ、エアコンの室外機の設置を目的とした小さなベランダが設けられている。環境のミサイルのように洞屋に取り付けられた、円筒形の物体は、受水層である。築40年を経過し、解体が検討されたが、2011年にリノベーションされ、名称が、軍艦東新宿ビルに改められた。 その際、外部の塗装がシルバーメタリックからグレーと淡い緑色に変更されている。内部はシェアハウスや双方、オフィスとして使用される。明治通りと職安通りが交差する新宿7丁目交差点から西に入った位置にあり、都営地下鉄大江戸線、東京メトロ副都心線東新宿駅からも近い。2009年にドーコモーもジャパンより日本における モダンムーブメントの建築に選定された。ありがとうございます。